はい、アップアップ今回相模野から歩いて徒歩15分ぐらいのところに来ました。こんにちは、はい、こんにちは。千葉に今日紹介するお店とは全く関係のない人です。イエーイ。はい、キッチンでしょ。そう、マミキッチン。今日マミスキッチン。こっちナイスレストラン。こっちフランスサイド。いや、こっちブリート。おいおい、神奈川。うん、テレビ神奈川。おお、すごいね。うん、かっこいいね。だテレビ神奈川映ってるよ今。まあ、大丈夫。はい、名前は、名前は。アイレーバー怪しい神奈川。え、怪しい。怪しい。怪しい。はい。怪しいさん。アイレーバー怪しい。あ、怪せね。いや、ラブバディ。ピース、ラブ、ハーモニー。イエーイ。はい、ということでね、気を取り直してですね。相模野駅から徒歩15分ぐらいの、ところに来ました。綾瀬のある取り組みでできたお店ということで、こちらマミツキシンさんでーす。ね、すごい外観めっちゃ、ね、かっこいいですよね。黒で統一されてて、多分ねハロウィンかな、なんかこういうのが置いてあるんですよ。ちょっとちゃんとね、ちゃんと置き上がって、あ、やばいやばい、あ、やばい。でね、はい、ブラジル国旗あるっていうことはブラジル料理屋さんかなっていう感じがしますので、はい、ちょっとね、話を伺いに行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。なんか、ハッピーハロウィーン。マミスキッチンはブラジル出身のエシーさん、ユナさん、ナナさんの3人が営むブラジル料理屋さん。ちなみに左のユナさんは日本食だとしゃぶしゃぶ、右のナナさんはお寿司が好きだそうです。早速お店のことについて聞いてみましょう。何年ぐらいってか、ちょうど、9月に2年にちょうどなったんですよね。あ、2年。先熟年に、はい、9月にちょっとオープンしたばっかりで。あ、そうなんですね。ちょっと緊張してます？あ、してますね。皆さん緊張、ちょっと綺麗な人しかいないじゃん。みんな綺麗。ハロウィン綺麗よ。綾瀬というか、日本にはいつ来られたんですか？だいぶ20何年前なんですけど、お父さんが、ね、日本の方で、うんうん、10年前に1回ブラジル帰って、あ、1回向こうで、うん、はい、日本料理のレストランを出してて、うん、で今度4年前にまた戻ってきて、うん、日本でもね、ブラジルの味をちょっと日本の方にね、ちょっと見せたいなって、どんだけがちょっとホームメイドが美味しい、日本でもブラジル料理を広めたい。そうですよね。市役所の補助金の、まあ、そのヘルプでちょっとお店出したんですね、はい、その綾瀬の取り組みっていうのがその補助金、はい、そうですよね、補助金。マミスキッチンは綾瀬市の活力と魅力に満ちた綾瀬を作る創業補助金の援助を受けてオープンしたお店。審査は簡単ではないそうですが、お店の独創性や将来性、地場産食材へのこだわりを評価されて補助金を交付されたそうです。市役所の方も、うん、助けてくれたりとか、いろいろフォールしてくれたりとかするし、うんうん、それですごく助けてサポートもあって、うん、サポートもね、あって、審査でお金を出してもらうだけじゃなくて、ね、いろんなサポートもしてくれる。そうしてくれたんですよね。なるほど、うん、そのおかげで、うん、まあ、審査が通ったんじゃないかな。あ、それはじゃあもういいことですね。そうです。どうして綾瀬でお店をやろうかなっていう理由みたいな。やはりそのいろんな国の方がいるし、あとはその、まあ、やっぱり町的にが優しいっていうか、うんうん、ちょっと住みやすい、なんか横浜でも近いんだけど田舎の雰囲気ですよね、うん、なんか両方、そう、こういう雰囲気が好きですよね。ああ、いい、分かってらっしゃる、はい、そう、僕も綾瀬住んでるんですよ。ああ、そうですか。綾瀬人か。綾瀬人、プリンスですから、綾瀬の。あ、そうですか。綾瀬のプリンスって呼ばれてるんです。あなたか。なんか聞いたことあって、はい、この人なんだ。おい、乗りよすぎ。おお、ブラジルパステラですね。はい、パステル。パステル、はい、これパステル、ちょっと大きいんですけど、うんうん、まあ、おつまみみたいな。あ、おつまみ、これで。これでおつまみ。こんなでかいよ。顔ぐらいあるよ。こちらがブラジルのコロッケ、コッシーニャって言って、コッシーニャ、はい、チキンが一番
でその後チーズと、ビーフ割って、失礼します、はい、チーズとビーフがたくさん入ってるので、はい、うわうわうわ、めっちゃいい、めっちゃいい、すごいチーズが美味しそうに伸びてる、わお、うん、いける？サクっていうのの後にハーブの香りと肉のジューシーさがガッて、はい、あとチーズもチーズもねあって、はい、なんだろう、日本で言うとパステル、餃子ですね、あ餃子、ビッグ餃子ですね、なるほど、はい、で餃子の中身が変わったり、はい、そうですね、はい、皮の感じが変わったり、そう、うん、たくさん入ってます、うん、はい、うんうん、すごい、うわ、うん、あ、うまい、どうですか、美味しいよね、めちゃくちゃうまい、うん、サクって後にあのジャガイモ、ジャガイモのね、ジャガイモのホクホクってした感じがして、はい、その後にチーズがビヨーンって、うん、うちはメインが、ジャガイモ、うん、でちょっとだけその小麦粉を使った、あ、だから生地ですよね、じゃがいもの割合が結構贅沢に全部使ってて、小麦粉をちょっとにして、ちょっとだけ、はい、このだからちょっとソフトで中がね、うん、ちょっとクリーミーで、あー、なるほど、お酒にもちょっと合うかもしれない、ブラジル、あ、ポルトガル語、うん、美味しいってなんて言うんですか、ゴストーズ、ゴストーズ合ってる、合ってる、合ってる、発音いい、発音いい、ゴストーズ、はい、こちら 300g の鶏肉にチーズとトマトソースを豪快にのせてオーブンで焼いたブラジル風カツレツ。ブラジルはイタリアからの移民の方も多いことからトマトやチーズの味付けも好まれるそうです。チーズと鶏肉の相性抜群でゴストーズ、ヤッボーノ。続いてこちらはスモークソーセージとチーズを挟んだサンドイッチ。チーズがまたいい仕事してました。そしてエシーさんが今一番推しているメニューがこちら。うわ、やばい、これやばい、これ、これはもうブラジルソーセージ、ブラジルソーセージ、へえ、暑いよね、鉄板焼きなので、どうですかね、あ、美味しい、美味しいよね、うん、これ酒飲みてー、これお酒だわ追加注文、サトウキビからできているブラジルのカシアサというお酒をいただきました。じゃあテキーラとか飲んだことないですかね。テキーラないです。あ、ないんですか。じゃあこっちのマムスキッチンガールズと一緒に飲めないかもね。そうだ、一緒に飲み始めたら開始数秒で僕は一人こんなになってる。締めにはデザートのパッションフルーツプリンをいただきました。エシーさん、ごちそうさまでした。最後にエシーさんの夢を聞きました。綾瀬の方でも、うん、まだ知らない方が多いので、まずはこの温かい町の方をまず、うん、みんな来ていただきたいです。それが、うん、まあ、一つの目標っていうか、うん、夢なんですよね、うんうん、あとはそのいろんな国からの方もね、来れるお店だといいですよね、うん、なんかね、みんなので、そう、はい、なんかここのお店に入っただけでパワーをもらえるというか、来た瞬間にこの華やかさと皆さんこう美しい方がいて、すごいパワーがあるお店で、パワーのある食材を食べるとすごい、なんか来ただけで元気になるというか、ぜひ綾瀬の方、そして綾瀬の方だけじゃなくても、美味しい料理たくさん、そして名物ママいっぱいいるので、ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。